Gospel Message on Saturday night。土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間、イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしかさることを期待しながらお届けしたいと思います。今日もお相手は井田明原誠と時原純子です。よろしくお願いします。2月、今日は7日ですけれども、5日の日に、西高で、そしてブリックホールでの殉教祭会が終わり、ありまして、本当に祝福されました。また昨日は、殉教ツアーでですね、ずっと山本村から園木、都議津、西高、そして記念館と、記念館の館長さんに説明していただきながら、まあ、とっても祝福された時を持ち応えできました。で今日はそのことも少しお話ししながら、先週お話ができなかった、I believe in miracle。私は奇跡を信じるの、ですね。今日は第4弾、3人目の証をですね、お話したいと思っています。さて、今日も静寂さんからメールをいただいています。静寂さん、本当にありがとうございます。これで2月に入りましたけれども、11、12、1と、3ヶ月全部やって、2月もついに、パーフェクトでありますね。ね、はい、本当にありがとうございます。いつまで続くか、本当に楽しみですね、これね。はい、1年続いたらなんか特別賞をしないといけない。なんか、車1台なんで。神様が。車ね、おもちゃの車でございます。ゴスペルメッセージ、オンサタデナイトの皆様、はい、こんばんは、静寂です。はい、こんばんは。先週はジャーナリスト、後藤健二氏の記事を丁寧にご紹介いただき、うん、お祈りまでありがとうございました。ね、先週の放送の後、情勢に動き合ったようですが、彼の殉教さえも主からの祝福を受け、再臨駅に帰られるよう、主の御によってお祈りしますと。まあ、彼はもうある覚悟を持って行っていたなってことを思います。だから、まあ、正直生きていてほしかったっていうのは強く思いますし、まあ、日本政府の対応とか、ヨルダンの対応とか、まあ、いろんなことがありますので、いろんな意見や考えがあると思いますし、まあ、個人的には、ということも正直ありますけれども、しかし彼自身はもうある覚悟を持って行ってたろうし、殺された時にもう本当にそれを受け取って天国に行ったんだろうなということを思います。それとまあ一言とは思ってないんですね。カンボジアに行ってた時に彼らは捕まって孫女さんが現れたんですが、カンボジアに行く前に実は今回そういうなんか大きな事件が起こって、国際的にそれはメッセージであるということを言われてましたので、そしてその直後に今回殉教祭があったわけで、で明らかになんか神様がいよいよそういうことから具体的に現実的にまあ始まる時が来ていますよということをまあ語られているのではないのかなということを思っております。さて今週は殉教祭会と殉教記念祭会でしたねと、わざわざ殉教祭が殉教記念祭会とありがとうございます、大変お疲れ様でしたと、まあ、昼と夜ね2回ありましたけども、私自身長崎に生まれ育ちながら長崎の地で歴史的にも他に例を見ない殉教が起こったのだというお話、改めて胸に響きましたと、うん、はい、来てくださってありがとうございます。確かにこの26世紀の殉教をはじめ、その後の浦上の迫害、浦上だけじゃなくて日本に起こった迫害というのはちょっと歴史的事件でありますし、まあその250年間潜伏して信仰を保ったことというのは突筆すべきことでありますし、その後に何て言うんでしょうかね、日本政府が結局逆に信仰を自由にした時、海外の圧力によって、自由にしたんですけども、まあ、浦上の信徒たちは特別抗議をしたわけでもなく、ただ信じて迫害の中を待ち望んでいたときに神の手を動かして、起こしたという、まあ、日本政府に浦上のクリスチャンが勝ったわけですよね。これはもう神の手によって、歴史的なすごい特別なことだと思います。2月5日って、はい、あれなんですか、長崎の人は26世人が殉教した日ってどのくらい知ってるんだろうかなって今ふと思ったんですね。学校でどれぐらい知ったんでしょうね。ねえ、だから静寂さんなんか原爆のことはみんな知ってるし、はい、それからくんちの時も学校休みになったり、うん、反動になりますからですけど、うん、くんちのことはキリスト教迫害だから始まり、キリスト迫害のためにやってた祭りだってことを知ってる人はほとんどいないと思うんですね、うん、残念ながら。同じようにこの2月5日の殉教記念の時をカトリック系の学校では教えると思うんですよ。ああ、なるほど。だけど一般の学校ではどれぐらい知ってるでしょうね。だから静寂さん、こう長崎の地で生まれ育って、どうなんでしょうか、小学生時代とか中学校とか、なんか教えていただけたらなって。知らなかったんでしょうね。ね、うん、思うんですけど、もったいないですよね、うん、せっかく長崎で生まれて、ちょっとすごく深い意味があるので、歴史の教科書に出てこないけど、
せめて長崎だけでも長崎の子供たち教えてもらえたらいいなって、うん、まあ、私はあの本を書きまして、もう一遍書き直してですね、実は、大河ドラマ、 NHK の大河ドラマで26人の殉教者たちってことで、なんかそれを1年かけてやってほしいと本当に思ってるんですね。一回昔親鸞だったっけ、なんか有名な仏像のやつをやったと思うんですよね。だから26人の殉教者たちをやってもいいと思うんですよね、うん、あの織田信長のことをやるときにロレンゾが出てきて、うん、結構その あったんですけども、あるいはそのフロイスが出てきたりとか、今度は本当に26人の殉教者にスポットを当てて、そういうなんていうかな生き様をそのやってら面白いんじゃないのかなって思うんですけどね、まあ、取り上げてもらえるような、 なんか文章を書きたいなって本気で思っています。はい、ハリウッドから映画が出ると言われてますけど、それとともに日本のその大河ドラマでね取り上げてもらえればいいなと思ってますけどね。それにしてもとても寒い中でしたと、うん、ね、本当そうですね、はい、変わりやすい空模様で賛美の時だけ不思議に雪が降ってくるという、これも神様の演出だったのでしょうか、うん、ね、まああのそうですね、あの始まる前はちょっとね光させて、始まったら寒くなって雨とかで雪が降って、終わったらまた上がってきましたね、うん、なんかその時だけだったんですけど、でもそこの中にも人の、ね、手があったような気がします。けれどもそんな天候の中でも西高の丘に立って賛美をしていると、ずっとそこにいて賛美し続けていたいような温かい気持ちでいっぱいになりました。参加することができて本当に良かったです。あ、良かったです。嬉しいですね、うん、本当に参加してくださって良かったですし、来年はね参加者じゃなくて今度は一緒に企画側に回ってですね、一緒に静寂さんと一緒にこの殉教生会をね一緒にやっていければなと思いますね。ぜひ前に出て殉教生会で歌う風にねなっていただければ嬉しく思います。なんか確かにあのなんかたくさんの人がすごい賛美の時に臨在を感じたようでよかったんですね。私前半賛美の時にですね、みんなの声聞こえなかったんでちょっとよく分からなかったんですけど、後で聞いたらみんな賛美してたってことだったんでよかったなと思いますし、殉教ツアーの最後の時にね天に憧れてを賛美したんですけど、その時すごい良かったですね。あの天の故郷って歌があるんですけども、殉教ツアーの最後にそれってあの西高の殉教生会の時の前半の最後の賛美でもあったんですけども、ね、よかったと思います。ニコさんどうでしたか。いや、あのなんてですかね、あのこの26世人を記念する殉教生会が始まって、あの賛美の歌を歌い出したら雨っていうか雪すごく冷たい、あの雪が降ったんで、雪というか雨っぽかったんですけど、なんかあの身を切るような冷たさの中で、なんかあえて何ですかね、あったかかったらわからない何ですかね、多分26世人は相当な極寒の中をあの賛美したと思うんですね。なのであえて厳しい状況だったからこそ、なんか何かこうそれを神様許してくださって、そこでなんか学ばせてくださったかなっていうか、例えばあの津波が東北であったんだけど、九州はなんか生ぬるいっていつも言われてきたんですけど、なんかこう本当にある厳しさの中でなんかこうなんか教えてくださってたような気がしました、うんうん、まあ、九州は津波はなかったですけどもね、いろんな別の災害をね通ってますので、うん、それぞれの、ね、まあ、訓練がありますけど、そうですね、まあ、そういう寒さの中でそれを忘れすようなすごく精霊の温かみっていうか、そういうものをすごく感じることができた、まあ、正解でありました。はい、リクエストは風の響きに週から慈しみはいつの日もお願いします、静寂よりということですね。それでは静寂さんのリクエスト、今日の1曲目かけたいと思います。はい、聴いていただく曲は慈しみはいつの日も、作詞作曲谷口素子さんです。どうぞお聴きください。
静寂さんのリクエストで慈しみはいつの日もでしたけれども、今回の殉教聖会久しぶりに15年ぶりに夜はブリックホールで行いまして、昼は西高で、これは4年連続4年連続ですけどね、行うことができまして、本当に祝祭の時を持つことができました。何か殉教さん心に残ったこととか、あるいは今回の殉教聖会で感動したこととか、深く語られたこととかありますか？はい、そうですね、やっぱりカトリックの神父さんが殉教の本を買ってくださったりとか、なんかすごく皆さん本当に良い反応で本当に嬉しかったのと、やっぱりメッセージを通してすごく困難な時に、やっぱり12歳の 子が殉教っていう前でなんていうか本当に喜んでたっていうのは、もう神様の力なんだって。だからこれからの時代で私たちいろんな、まあ、テロとか直面してるわけなんですけども、本当に自分の力ではもうとても乗り切れない時代だけれども、神様の特別な助けが来るっていう、まあ、私が父が亡くなった時も絶対耐えられないだろうって一人娘だったので、これだけは耐えられないと思ったんですけど、ものすごい喜びが来た時のように、そういう神様の特別な助けが実際あるんだっていうか、まあ、それがなかったらちょっと悲惨な時代なんですけど、いやそういう本当に特別な助けがあるんだっていうことが、ちょっと励ましっていうか慰めっていうかになりました。はい、はいはい、なるほどね。私はその準備の段階で九州のいろんな教会の人たちがスカイプやインターネットを通してこう祈り合って、まあ、それをこう、牧師たちがカバーしてくださって、非常にそれが私にとって大きかったです。ちょっと今よりは違うなと思ったんです。そして実際昼も夜も私自身はまあ十分できなかったと正直特に昼は思ってるんですけども、しかしなんかそれで落ち込むとかいいんじゃなくて、本当教会全体として世界全体として本当に祝福された臨大なる世界だったってことをとても喜ぶことができたし、よかったな、勝利したなって思ってるんですね、とっても。でこれはその何て言うかな、その身から教会で九州全体での勝利だったというふうに思っているので、本当に嬉しく思っております。それとね、静寂さんが昼来てくださったことはとても嬉しいですし、あと昼の正解にですね、私の娘が次女が今関西にいるんですけども、まあ、今年は来れないはずだったのに、まあ、朝の飛行機取って、で夜の飛行機で帰るという、日帰りで昼だけ来て、しかもその結果安い飛行機じゃなくてギリギリだったこともあって、まあ、一般の飛行機なんですけども、それでも来る、自分のお金で出してくるっていう、その姿勢と心がなんかすごく嬉しかったですね。でなんかその子は毎日祈ってる子なんですけども、やっぱり祈ってるとそういうことが起こるんだなと思って、とっても感動いたしました。まあそれはすごく喜びだったですね。まあそうですね、夜の方はそのやっぱりブリックホールで15年ぶりにして、前の時はなんか隅っこの方で賛美大会やって一応やったんだけど、なんか隅っこの方でやったのかやってすごく広い舞台なのに、うん、今回なんか舞台全体を使って、うん、会場全体を使って、人数はそんないっぱい来たわけじゃないと思うんですよね。300人いたと思うんですけどね、まあ500人いなかったんじゃないかな。だからところがそのなんか会場全体を使ってなんか神様深く臨在してやってるなっていう感じがあって、とても良かったというふうには思っております。はいね、さてそれでですね、まあここで、もう一曲佐賀友さんのリクエストを聞いていただいて、それから私は奇跡を信じる、今週はですね先週できなかったのでちょっと読んでいきたいと思っています。佐賀友さんがですね、ギフツの歌っている God Love to the World を聞きたいということでしたので、殉教世界のね聞かせてあげたいと思ったんですけども、ちょっとその音をすぐラジオで流すことは今できなかったので、CD に入っている方で流したいと思うので、佐賀友さんどうかご容赦していただきたいと思います。はい、次に聴いていただく曲は God's Love to the World、作詞作曲は茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。賛美と歌
はい、坂友さんのリクエストで God out the world ギフトでした。それでは、今日はですね、I believe in miracle 私は奇跡を信じるジョージ・オアさんという方のお話をしていきたいと思います。お読みしますね。ある日曜日の朝、それは何千人もの人たちにとってみればまた巡ってきた日曜日しか過ぎませんでしたが、ジョージ・オアには、このジョージ・オアテスさんにとっては生涯またとない感激に触れんばかりの人になったのでしたと。その話をこれからしたいと思います。その日から数えてもう21年と5ヶ月前のこと、その換気した日から数えて21年と5ヶ月前のこと、ジョージはペンシルバニア州グローブ市にある、芋の工場で働いていて事故に遭いました。その芋の工場で何年にもわたって働いている間、ジョージは同じ手順を数えきれないくらい繰り返してきて、一度の事故もなかったのですが、それまでは一度もね、何年もやってもなかったんですけど、作業というのは養老湖の隣にある溶けた鉄の入った桶からやや小型の試着にすくって、それを彼ともう二人で作業場の裏側に運んで、その引き込む鋳型の中に流し込むというものでした。まあ、昔はね、手作業だったんですね。1125年12月1日の朝、それを普段より少し遠くに運ばねばなりませんでした。そして養老湖に戻ってくる途中、その試着の中に溶けた鉄が少量残っているのが見えました。それでそれが固まらないうちに桶に戻してしまおうと急ぎましたが、桶の方には溶けたての鉄がもういっぱいになっていたため、彼らが流して戻して鉄が落ちた拍子に羽が飛んだのですと。まあ、いっぱいだったから流したら羽が飛んじゃったと。
こっちへ来るのが見えたので反射的に目をつぶりましたとジョージは言っています。が真っ赤に溶けた鉄のこと、まぶたでは防ぎようがなく、すっかりまぶたを焼き切って眼球の中まで入ってしまいました。うわ、ジュッと火が通ったようでした。彼はそう表現しています。痛みは焼けつかんばかりで、ジョージは早速会社の看護婦のところに運び込まれましたが、彼女が素早くすでに固まってしまった金属破片を取り出すと、それは膨れた麦粒ほどの大きさでした。ジョージはその場ですぐ眼科の専門医のところに送られました。医者は鎮痛剤で手際よく処置をしてくれた後、頭を横に振っていました。おばさん、残念ですがこの目ではもう二度と見えませんよ。ジョージにはそれからの丸6ヶ月苦痛の連続でした。鉄は有害物質なので慎重な治療が施されたにもかかわらず、その目はあっという間に汚染されてしまいました。6ヶ月もの間、苦しさのあまりベッドで休むことができず、どれだけ寝られるかは別にしてリビングルームの床の上で寝ることにしました。他の家族に迷惑をかけたくなかったからです。翌年、ジョージは手当たり次第医者に診てもらいましたが、その中にペンシルバニア州バトラーの有名な眼科医がいました。その医者は傷ついた目を検査した後、彼を入院させ、そこでさらに徹底的な検査を行われたところ、こういう最終宣告が下されました。彼は永久にその右の目では見えないだろうと。それで1927年、彼はペンシルバニア州から就業中の一眼喪失として保証を受けることになりました。片方の目の視力を失うだけでも大変なところに加えて、時が経つにつれて彼はもう一方の目も悪くなっているのに気づくようになり、すっかり悲観してしまいました。だんだん物が読みづらくなって、時期に夕方にはもう真っ暗になりましたねと彼は述懐します。見えないという、それだけでやりかけていることをやめなくてはならない。家族には何も言いはしませんでしたがね、視力の衰えて言ってることは私と同様みんな知っていたんですよ。そこでジョージはペンシルバニア州フランクリンにいる眼科の専門医を訪ねました。その人は当時国内でも有数の眼科医の一人でした、ね、トップレベルのお医者さんに見てもらったわけですね。その専門医がどういう具合になっているのか説明したところによると、右の目の角膜は深い傷跡の組織に覆われ、その右の目が見えないため片遺伝は良かった方の目に過酷な負担をかけていたということです。眼鏡をかけていてもその目は視力を全部負担する必要からひどく酷使されていたわけです。ジョージは重ねて怪我した方の目から傷跡の組織を手術で取り除けるかどうか尋ねましたが、答えはやはり無理とのことでした。取り除こうにもその組織は深く入りすぎていたのです。ジョージはアデンとしてとかな、ついに電盲になってしまうのかという恐怖に怯えるばかりでしたと、ね、全く見えなくなってしまうかと。1947年の初めの頃、バトラーに住んでいるオアの長女がラジオで聞いた放送のことを父親に話して、両親揃ってその集会に行ってみてはどうかと提案しました。まあ、キャサリン・クルマンの集会のことですね。3月に彼らは初めて集会に行くことになりました。私はその最初からとことんまで納得してたわけじゃありませんがとジョージは言っています。神の癒しとは言っても見かけ倒しがたくさんあることを知っていましたから、私は用心してこの働きのことをきちんと確かめなければ全面的に納得はしないつもりでした。その晩、ジョージは奥さんと集会のことで長時間話し合い、その間彼はあれこれ考えていましたが、結局こう言いました。確かにキャサリン・クルーマンにはどうか違うところがあるね。もう一度言ってみよう。で、今度言ったら本気で集会に飛び込んでみるから。それから2ヶ月の間、2人は何度か集会に足を運びましたが、そこでジョージはこう言っています。この働きの広がりと深さを見て、私の疑念はすっかり晴れ、これは実際になることだと分かりました。そして5月4日日曜日、お明けには来客がありました。結婚した2人の子がそれぞれ家族連れてきて、1時ごろ日曜日の昼食をにぎやかに始めようという計画でした。そこへちょうど正午にお明けの知り合いが立ち寄りました。ある若夫婦でいつもの集会に行く途中でした。ジョージ一緒に行くのじゃないかと思ったので、どうしますかと2人が聞きました。あいにく人が訪ねてきているし、昼食もまだからそれにとジョージは付け加えました。もう遅いから座れないだろうしね。ところがその子供たちですね、その子たちは自分たちが来ていなければ父は集会に行っていたはずだと察し、ぜひ両親とも行くようにと勧めたので、お夫妻はやっていうことにしました。そこで2人はその知り合いの車に乗り、そのご主人の方が運転して一度は出発しました。彼らが着いた時は帝国を過ぎていて、集会はすでに始まっていました。街道は満員で、これからの3時間半か4時間
仕方なしに立っていようと諦めていると、一人が4列目の 中ほどにそっくり4席空いているのを見つけました。まるでその座席が私たちを待っていたみたいでね、すぐ正面のドアから入って腰を下ろしましたよ。まあ、普通はないことでしょうね、とジョージは言っています。その日大勢が癒されましたが、ジョージは明らかにその中の一人ではありませんでした。けれどもそれからと彼は続けます。クールマン氏は私がこれまで聞いたこともないようなことを言いました。癒しとは救いと同じで誰にでも受けられますと彼女は言うんですね。これだと思って、神様どうか私の目を癒してくださいと言いましたが、私は両方の目とはお願いしませんでした。すると果たせるかな、ジョージ・ワーにはその通りになったのです。癒されるようにと願った瞬間、見えない方の目が非常に熱くなりだしました。神はその目を癒しておられるという信仰がジョージにはありましたが、一体全体どうなったのかすぐには理解することができませんでした。あの事故の時、焼かれた上のまぶたは V 字型になっていました。それでまつげを下げると時々それが眼球に当たって熱くなるような痛みを感じさせるのでした。ジョージは今度もそれだろうと思いましたが、ふと見ると隣に座っている夫人が彼の上着の全部をじっと見ているではありませんか。その視線を追って自分も見下ろすと、目くらいになっている目から涙がほとばしり出て、そこを濡らしていたのが目に映りました。あんな決まりの悪いことと言ったらありませんでしたよ。手早くハンカチを出して上着を拭きましたがね、とジョージはにっこりします。集会が終わり、ジョージは席を立って通路を歩いていこうとすると、どうもまっすぐに歩けなくて、一緒に来た若い人の方を向いて言いました。奇妙な感じだ、うまく言えないけど自分にもわからない何かが私を追っているような気持ちがする。これ言うまでもなく、彼がこれまで一度も体験したことのなかった神の力でした。二組の夫婦はグローブ市に向けて帰路につきました。私たちの帰る道に曲がろうとした時、ジョージは語ります。ルート8と62という道路標識に気づいたのです。この標識は今まで全然見えなかったんですがね、それでも自分に何が起こったのか気づいていませんでした。ずっと丘の上を走っていますと、ジョージの話は続きます。なんだか急に太陽を覆っていた厚い雲が一斉に晴れて、太陽がまぶしく照りつけたような感じがしましたが、空を見上げても雲なんかどこにも見当たらないんですよ。そこでジョージは何か途方もないことが起こっていることに気づきました。その時一行はある丘のある箇所に座っていましたが、そこから眼下に道が連なっているのが見渡せました。ジョージは良い方の目をつぶり、21年以上目くらだった方の目を開けると、向こうの丘に車の登っていく光景がその目にくっきりと映りました。あっと言ったきり口も聞けず、彼は思い出しています。それが信じられませんでした。しばらく何も言えず、あまりの驚きにすっかり圧倒されてしまった感じでした。それから彼はやっと奥さんの方を向くと感極まったように言いました。見えるんだ、何もかも見えるんだよ。一行が家に着くと、ジョージはいつもとは違った風に家の中に入りました。この家の作りは廊下を通ってキッチンに入るようになっていましたが、ジョージはこの日リビングルームを通り抜けたかと思うと、食堂も素通りして裏口に出てしまいました。彼はこう言っています。キッチンのフロアのずっと向こうに私の買った文字盤の小さな掛け時計があるんですが、私が時計の方を向こうとすると妻が言うのです。あの時計は何時になってる？本当にその目で見えるの？ジョージはもう一方の目を追い、文字盤を読むとよどみなく答えました。6時15分前。奥さんの顔がパッと輝いて、みるみる嬉しさがこぼれんばかりになりました。あれ本当だわ、ジョージ見えるのね。お気づきのことと思いますが、私はジョージアのために、これはキャサリン・クルマンですね、一度も祈ったことがなく彼に触れたこともありませんでした。あの1947年5月の午後、彼があの街道で着席したいとき、私の知らぬうちにその癒しが彼に臨んだのです。ジョージはその良い方の目のため、21年前に眼鏡を作ってくれた視力検定医のところへまた出かけました。彼の知っていた人はもう個人となっていて、後を継いだ人が代わりにやっていました。ジョージはその人に目の検査を頼みましたが、その前にこう言いました。この目にはちょっとしたいきさつがあるんですが、伺いましょうという返事です。それともジョージは自分の体験を話す前に一つ質問しました。死ぬというものを信じていますか？ええ、信じていますが、との返事です。それでジョージは遠慮のいないことが分かって、自分の身に起こったことを物語りました。その検定医は、
徹底的に検査してくれましたが、その最中にこう尋ねました。この前にメガネを買ったのはどこですか。それがここなんですよ。ジョージがそう答えたので検定医が言いました。それならあなたの記録があるはずですから、ちょっと待ってください。彼は奥へ引っ込むと記録を書いて出てきました。それを詳しく調べていましたが、読むうちにひょいと顔を上げてはジョージの方をいぶかしげに見ていました。それから記録を元に戻し、検査を済ませると言いました。おばあさん、右の目にあった傷跡は完全に消えています。そして言葉を続けてきました。この前検査をしたとき、もう一方の目がどれほど悪い状態だったかご存知でしたか。電盲になってしまうという恐怖を忘れるはずもなく、ジョージはうなずきました。すると検定医が言いました。あなたの受けた素晴らしい足は片方の目だけではなく両方の目ということになりますね。ジョージは癒されてから2年ほど経った頃、バトラーで入院中も退院後も世話になった医者をちょっと驚かせてみようと思い立ちました。この医者は例の保証局に調査結果を提出した人で、その報告のおかげで一眼喪失に対する州からの保証という結果になったのでした。もう何年も経っていますから、彼は私を覚えてはいまいというのでとジョージは話します。妻を連れて行き、ポケットには1枚の書類を入れておきました。保証に対する鑑定人の認定室に入って目の検査を頼みました。検査が終わるとジョージは行きました。どんな具合ですか。申し分ありませんと医者は言いました。片方の目はもう一方のより若干悪いようで良いようですが、それは別に問題ではありません。私の目だってそっくり同じような具合ですから。あなたの左の目は正常です。右の方は正常の 85% の視力があります。それを聞くやジョージはポケットに手を伸ばし、例の保証局の調査結果を医師に手渡しました。医者はそれを読むうちにありありと驚きの色を見せ、何と言えばよいのか、まさにただことじゃないと繰り返していました。彼は癒しを否定したようなことはせず、またそれは否定しようがありませんでした。その記録が目の前にあるのですから。ジョージアの生涯に神による奇跡がもたらされたのです。主よ、私の目が見えますように。それが彼の願いでしたが、およそ2000年前、盲人バルテマイに答えが与えられたように答えが与えられたのでした。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。マルコの福音書の10章50節の言葉です。彼はクールマンが癒しとは救いと同じで誰にでも受けられますって言われた時に、これだって思って心から真剣に神様に向かって、神様どうか私も癒してくださいって実に単純に叫んだんですね。キャサリン・クールマンはそれを全く知りません。でも神は聞いておられました。そしてその時神様は彼の目に触れ、しかも両目に触れて彼の目を癒してくださったんですね。今ラジオを聞いている皆さんですね、救いも癒しも神様にとっては同じです。あなたは今晩救ってくださいと言えば命をくださいます。癒してくださいと叫べば癒してくださいます。できるだけ具体的に大胆に叫んでほしいなって思います。ここで一曲聴いていただきたいと思います。メシア、救い主という意味ですね。安田義信のにある賛美ですけれど、風の響きの2周にある賛美ですが、聴いていただきたいと思います。はい、次に聴いていただく曲はメシア、作詞作曲アブラハム中本さんです。どうぞお聴きください。
メシアという歌でした。それではここで聖書から短くお話をしたいと思います。お願いします。はい、今日は新約聖書マルコの福音書10章46節からです。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。はい、ありがとうございます。今日は先ほどI believe in miracle、 私は奇跡を信じるの中でジョージ・オアさんという方の話をしましたが、その方は まさに目が見えなくなっていたのが奇跡的に癒された話なんですけども、このバルテマイさん、手前のこのバルテマイさんですね、で、まあ、前が見えなかったわけですね。で、当時の社会は残念ながら盲人だと社会福祉とか社会保障がなかったので、まあ、物乞いをするしかなかった。それで物乞いしたところにイエス様が
まあ、通られて、みんながこう群衆が行くので、なんかまあ騒がしいというか、なんか雰囲気があったんでしょうね。で、このバルテマイは何だろうと思って聞くと、イエス様だって聞いたので、イエス様は奇跡を行われたことをまた聞いていたので、ダビデの子のイエス様、私を憐んでくださいってこう叫び始めた。つまり求めたんですね、様にね。でもそれはうるさかったので、人々はもううるさいなっ て黙らせようとしたんですね。でもその叫びを聞いたイエス様は、あの人を呼んできなさいって言って、まあ、イエス様は立ち止まってくださった。人々は黙らせようとしたけど、イエス様は立ち止まってくださって、そしてその盲人はこのイエス様のところに連れてきてもらえた。そしたら盲人は言ったんですよね。もう本当にもう喜んで飛んでいって、何をしてほしいんだ、面白いのは、私を憐んでくださいって言った時に、普通なら目が見えるようになることって分かると思うんですけど、あえてイエス様、何をしてほしいのかって具体的に言ってごらんって聞いたんですね。で、さっきのジョージ・ワーさんもそうですけど、私の目を見えるようにしてくださいって言ったんですけど、この時も彼はそこで初めて、先生、目が見えるようになることですと、具体、目が見えるようになることだと具体的に言っています。そしたらその時にイエス様が、さあ行きなさい、あなたの信仰、あなたを救ったのですと。まあ、癒すって言葉は救うって言葉と言語では同じなので、あなたを救ったのですと。で、目が見えるようになることですってことは、つまりイエス様ならおできになると思ったから、彼は叫んで求めた時、イエス様は、あなたの信仰とになれ、あなたは私を治せると思ってるからそのとになりますよって言われたんですね。で、今日皆さんですね、まあ、彼の場合は目が悪かった、ある方はこう肩が体のどこか悪かったりする、心が痛んでる場合もある、精神的に病んでる場合もある、自分のことじゃなくて家族の人のことの場合もある。あなたはイエス・キリストがそれを解決して、病気だったら治して、また他の問題なら解決して、借金や負債ならそれを完全になくしてくださることがおできになると信じてらっしゃるでしょうか。イエス様ならおできになると信じて、あなたがこの方に単純に目を見えるようにしてください、あるいはこの負債をなくしてくださいって真剣に叫んで求めると、神はあなたが信じているならその信仰を通りになれと言って奇跡をなしてくださるんですね。もちろんね、神様が負債を返せるときに、あなたにきちんとすることを言われます、仕事をしなさいとか、あれこうしなさいってね。ただ面白いのは、その時に普通じゃないことが始まっていきます。で、病気の場合は本当に癒されること、一瞬して治ること、あえて時間をかけると思います。多くの場合は一瞬して治ることが起こるわけですね。で、この人は神に向かって叫んだんです、信じて。そしたら、イエス様があなたの信仰の通りに、信じた通りになるようにということで起こったんですね。今晩どんな境遇の中にいて、どんな問題があったとしても、あなたがキリストのところに行き、キリストに向かって叫ぶなら、もうあなたには勝利が約束されています、解決が約束されています。今晩、そして何よりも、あなたの罪、決して天国に行くことが保証されていない今のままだと、その罪を悔い改めて、永遠の命、確実に天国に行けるこの素晴らしい命を受け取ってほしい。そしてその上で、体の病気や人間関係の問題や、お仕事や学業や経済、いろんなことに関しても、神様から奇跡と恵みと癒しをいただいてほしいと思います。お祈りをします。私についてぜひ祈ってください。天のお父様、天のお父様、私の罪を悔い改めます。私の罪を悔い改めます。イエス様の十字架を信じます。イエス様の十字架を信じます。復活を信じます。復活を信じます。イエス様、私のところに来て。イエス様、私のところに来て。命を与え、命を与え、癒しを与え、癒しを与え、奇跡を行ってください。奇跡を行ってください。あなたにしか解決できません。あなたにしか解決できません。あなたには解決できます。あなたには解決できます。あなたの解決と勝利を与えてください。あなたの解決と勝利を与えてください。信じます。信じます。イエス様の御名によって、イエス様の御名によって、お祈りします。お祈りします。今祈られた方ですね、神様があなたに触れてくださいます。で、あなたに神様は技をなさいますので、ね、そして、期待してほしいと思います。続けてお祈りいたしますね。病気や問題、いろんなことがある方は、それを、ね、神様に今祈りましょう。そしてその祈りに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に出て祈ります。心、体、霊、その一つ一つに触れて、癒しを行い、奇跡を行い、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストによって、心と体を癒せるよ、脳梗塞よ、後遺症、完全に治れ、話せるようになれ、歩けるようになれ、食べれるようになれ、イエス・キリストによって、がんよ、消えてなくなれ、水道がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、この癌をイエス様って言われてる、天神から消えてなくなれ、
行動がよしさんって消えてなくなる。人を恐れてる人はいます。母親を恐れてる人、伴侶を恐れてる人、恐れをイエス様って命ずる、消えてなくなる。シャローン、全く恐れを締め出します。神の愛に満たされて恐れから解放し、どうです様、本当に恐れから解放して愛することができるように、許すことができるようにしてください。あらぷらぷらぷらセンタラツプラプ、心と体を癒せるよ。躁鬱病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエスキリストに命ずる、完全に治れ。境内を祝福し、すべての負債を完全にあなたが取り除いてください。夫婦関係、親子関係、上司との関係、友人との関係、すべての関係に与えて、許しと和解を与え、回復を与えてください。神に不可能はありません。よし、風を見て思ってみようと話してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ラジオを聞いている皆さんですね、本当に主は生きて働いておられます。いろんな技が起こってきますので、ぜひ、曲のリクエストとともにですね、こういうことを祈ってほしいというリクエストがあったら送ってほしいと思います。メール、お手紙、それから電話、ね、直接でもいいですけれどもお待ちしております。今日は聖職さんと坂友さんありがとうございました。また他の方々もこれからどんどん新しい方もですね、送っていただければと思います。宛先を順子さんお願いします。はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com です。 767jesus@gmail.com までメールください。それからお手紙は郵便番号852-8116長崎市平和町 5-6-2階、平和町の 5-6-2階までお便りください。電話番号ですけれども、市外局番 095-843-3178 843-3178 まで、お電話ください。はい、24時間受け付けていますのでぜひお願いいたします。それではここで一曲、もう一曲聴いていただきたいというふうに思います。はい、次に聴いていただく曲はホサナ、作詞作曲中本裕貴さんです。どうぞお聴きください。
小棚という曲でした。実は先ほど聞いていただきましたメシアというのがお父さんの作曲で、その息子さんが作られたのが小棚という曲ですね。ちょっと似てるところがあるかななんて思いますけれども、どちらも私はあの大好きな沖縄の方なんですけれどもね、とても大好きな親子なんですけれども、これから礼拝でもなんかどっちも歌っていきたいなというふうに思っています。さて、今週もそろそろお帰りの時間が近づいてきましたけれども、来週は、どんなことがあるんでしょうか。来週は2月ですけれども、来週はですね、14日の日に、1週間後にチャペルコンサート、はい、いわゆる世の中ではバレンタインデーですけれども、はい、今回はその I love you というテーマで先月やって、その続きでですね、その愛ということについてのテーマで、続けて、バレンタインデーにですね、愛についてのコンサートがありますので、ぜひ皆さんですね、チョコレートを持ってきて持ってきなくてもいいので来ていただければと思います。あと2月11日は、昔紀元節と言ったんですかね、はい、今なんて言うんですかね、健康記念日かな、だから、はい、そういう感じですけども、実はこの日は純子さんの、生みのお父さんが天国に帰った日ですよ ね、はい、ね、ちょうど20周年、はい、で実はそのお父さんが天国に帰った年というのは阪神大震災が、神戸大震災があった時で、はい、その中からでは20年ということですよ ね、はい、ね、純子さんどうでしょうか、20年経ちましたけれども。そうですね、なんか本当に天国を教えてくれたっていうか、父の死が天国は実在するっていう、なんか本当に父はそのことをなんか死をもって教えてくれたなっていうか、今もなんかこの体験はちょっと本当に私にとって宝になっています、うん、はい、死は普通悲しみなんですね。でもちろん人間だから地上で別れるの悲しいんですけど、それを超えていくなんていうか天への確信、これは特別だと思います、はい、で、まあ、それを純子さんは、まあ、お父さんを通して知ったっていうことだね、はいはい、まあその時に20年前ですね、その時にいつも抱っこしてお見舞いに行っていたのが今の三男、6番目のところなんですけど、はい、その後は殉教世界でも賛美を導いたりしまして、はい、偶然とは思えない何かを感じますよね、はい、ね、天国ってことはね、はい、おそらく天国で祈ってんじゃないのかなっていうふうに思います。ちょっと似てる感じもしますね。そうですね、そうですね、はい、頑固なところがはい、はい、それは純子さんにも似たんでしょうけど、はい、はい、さて、それでは、明日の礼拝内容を純子さんお願いいたします。はい、2月8日日曜日ですけれども、早朝一番早い礼拝は6時からです。そして第一礼拝は7時半から、また第二礼拝は10時からです。この10時の礼拝がメインの礼拝となります。小さなお子様をお連れの方も外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。また朝どうしても来ることができなかった方、午後2時からも礼拝を行っています。また午後3時半からはインターナショナルサービス、英語での礼拝です。その後英語の賛美の時などもありますので、ぜひ、こちらの方もいらっしゃってください。また夜の礼拝は7時からです。そして日曜日どうしても来ることができなかった方、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして、水曜日朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会が行われています。そして金曜日は夜10時から徹夜祈祷会があります。そして土曜日午後3時から2月14日チャペルコンサート愛というテーマで行います。入場無料ですので、ぜひこの土曜日午後3時からチャペルコンサートぜひいらっしゃってください。はい、ね、コンサートの後にはチョコレートを用意していると思いますので、楽しみに来ていただきたいと、はい、思います、はいはい、それでは明日礼拝でお会いできるのを楽しみにしています。どうしても礼拝に来れない方は、インターネット、パソコン、それから iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、オンライン礼拝できますし、その時間どうしてもダメな方は後でダウンロードしてみれますので、ぜひ